高校生の俺、田中優斗は平凡な人間だと思う。彼女はおらず、友達はそこそこ。うちの高校は治安が悪く、カツアゲに遭う生徒も多い。なんて言ってると、早速気の弱そうな生徒が不良に絡まれていた。まったく、しょうがない学校だな。目の前でカツアゲなんてされたら気分が悪い。そう思い、助けに入ろうとしたその時。ちょっと、あんたたち何やってるのよ。寄ってたかって恥ずかしくないわけ？いえ、桜井。何よ、化け物でも見たような顔して。ゲイなんて女の子に対する反応じゃないわね。でもというか化け物そのものというか。あ？まあでも舐められてるのも尺だし、てめえを倒して名を上げてやるよ。ぐいぐう。で、誰を倒すって？準備運動にもならないんだけど。いや、それはほんのジョークというかですね。ごめんなさい。口ほどにもないやつらね。君、大丈夫だった？怪我はないかしら？彼女、桜井飛鳥は空手部の美人師匠だ。加えて生徒会長も務めており、校内の治安維持のために見回りをしているのだとか。ひゅー、さすがだな桜井のやつ。強いな彼女。ああ、不良ども相手に10対1で余裕だったって噂だぜ。まあお前なら負けないだろうけど。さあどうだろうな。帰り道、うちの女子生徒が他校の不良に絡まれていた。ああ、今日2回目とか。この辺の治安マジでどうなってるんだ。いいだろう、ちょっとぐらい付き合ってくれよ。いや、離してください。おい、手を離せ。嫌がってるのがわからないのか。ああ、誰よお前。通りすがりの優しい男子生徒 A だ。安い正義感振りかざしやがって。後悔するぞ。後悔？それはお前の方だろ。うっ、くそ、全然見えなかった。で、どうする？もう少し後悔しとくか。ちぇ、覚えとけよ。大丈夫？怪我はないか？ありがとうございます。すみません、腰が抜けちゃって。怖かったよな。ほら、捕まってくれ。これで一件落着。そう思った矢先。その手を離しなさい。あんたは確か生徒会長。怪我はない？私が来たからにはもう大丈夫よ。そこのあなた、早くその子から離れなさい。これ以上痛い目見たくなかったらね。おい、なんか勘違いしてないか？何、しらばっくれる気？後輩の子にカツアゲなんて恥ずかしいと思わないの？はあ、カツアゲ？そんなことするわけないだろう。カツアゲしてる人はみんなそう言うわ。本当無用。全然聞く耳持たないな。ああ、もうめんどくせえ。悪く思うなよ。この私が全く見えなかった。悪い、ビビらせちまったな。大丈夫か？何今の一撃、まるで格が違う。こんな悪党にいいようにされるなんて、私は今まで何のために。俺めちゃくちゃ悪いやつみたいになってるな。それも全部誤解というか、俺は少なくとも悪党ではないと思うぞ。え？この人、私を助けてくれたんです。だから、その、本当に誤解というか、全然悪い人じゃないです。え？そうなの？本当に？はい。不良に襲われているところを助けていただきました。すみませんでした。私は生徒会長なのになんてこと。まあ、分かってくれればそれで。顔を上げてくれ。本当？怒ってない？ああ、怒ってなんかないよ。そう、あなた、見かけによらずいい人ね。でも、それは置いといて、完膚なきまでに負けたのは素直に悔しいわね。あなたの強さ、異常だと思うんだけど、何か格闘技でもやってたの？田中明って知ってるか？え？もちろんよ、世界級のプロボクサーでしょ？私大ファンなの。それ、俺の親父。サイン欲しいわ、ください。まあそれくらい全然いいけど。ふーん、あの人の息子か。道理で強いわけね。なんだそんな見定めるような目で。ねえお願い、治安維持隊に入ってくれない？はなんだそれ。
文字通り校内や他校の不良たちから生徒を守る活動よ。メンバーは今のところ2人ね。お前ともう1人いるのか？私とあなたで2人よ。まだやるって言ってないのに勝手にカウントされてるし。私はこの町の現状を変えたい。でも私一人じゃ限界なの。あなたがいると心強いわ。ダメかしら？そんなこと言われたら断れないだろう。本当？いいの？やった！現地取ったからね。おう元気いいな。じゃあ早速明日から活動開始だから放課後遅れないようにね。次の日、結局俺はアスカと共に治安維持のための活動をすることになった。そこで俺らが住む地域の治安の悪さを改めて感じることになる。なんと今日だけで3件の事件に遭遇したのだ。はいよ、お疲れ様。これあんたの水筒よね？ああ、近くに自販機もなかったしな。嫌だったか？いやもう何も、関節。なんだそのくらい。そのくらい。もし子供ができたらどうするの？はあ、お前何言って。だって関節とはいえそういうこともありえるでしょ。いや、それくらいではありえないから。そうなの？あんたサンタさんとか信じてそうだよな。何を信じるって、サンタさんは毎年12月に来てくれるわよね。あ、もしかしてサンタさん来たことないの？ダメよ、サンタさんはいい子にしてないと来てくれないんだから。もういいよそれで。それからも俺はアスカと共に校内外の治安維持に努めた。最初は乗り気ではなかったものの、自分の力が誰かの役に立っているという実感は決して悪いものではなかった。そしていつからか俺たち二人は不良たちから恐れられる存在となっていた。これで少しでも被害が減ればいいけどな。お、出たぞ、最強カップルだ。この前はありがとう、助かったよ。カップルって私たちそんなんじゃないのにね。まあ最近は常に一緒にいるしな。でもカップルはないよな。そんなすぐに否定しなくとも。私ってそんなに魅力ないの？いやそんなことはないぞ。こうして俺らの活動の甲斐もあり、校内の治安が良くなってきた頃、事件は起きた。おい、言うと大変だ。桜井が。なんだって？前に倒された仕返しに来たみたいだけど、あなたたちが何回来ようと相手になるわけないでしょ。くそ、こいつやっぱ強い。でも俺らは負けねえよ。俺らにはリュウジさんがついてるからな。お前がアスカか？俺の射程どもが世話になったな。まだ仲間がいたのって言っても大したことないでしょうけど。その余裕がいつまで持つか楽しみだな。ほれほれ、もっと頑張ってくれよ。噂の生徒会長様はこんなもんじゃねえだろ。強い、こんなやつに。手も足も出ねえじゃねえか。大したことねえな。そろそろとどめといくか。恨むのなら自分の弱さを恨むんだね。なんだお前は。もう勝負はついてるだろう。それ以上は俺が相手になる。ゆうと、なんだ。何でも何も、相棒が困ってたら助けるだろ。俺も治安維持隊だからな。ゆうと、ちょっと待っててくれ。すぐに終わらせるから。すぐに終わらすな。ずいぶんと舐められたもんだな。別にあんたを舐めてるわけじゃない。ただ実力差を言っただけだ。一瞬で距離を。二度とアスカに近づくなよって聞いてないか。大丈夫か、アスカ？アスカ。ありがとう。ユウトすごくかっこよかった。それに相棒って言ってくれて嬉しかった。おう。だけど守られてばかりじゃダメだよね。私強くなる。ユウトの隣に立っても見劣りしないくらい強くなってやるから。ああ、アスカなら絶対なれるさ。それからも俺はアスカと共に治安維持の活動に奔走する。アスカに振り回されながらのこの生活も悪くないと思えてしまった。俺たちはやがて
本当に最強カップルとして名を馳せることになるのだが、それはもう少し先の話だ。